こんにちは、アンドレアカデミーへようこそ。今日は私の6歳の小学校1年生の息子も一緒です。マインクラフトを使って江戸時代の長屋を建設しながら、江戸時代の日本と昔のヨーロッパの住宅について簡単に解説いたします。動画の後はサブスクリプションにありますアンケートのご記入で本研究へのご協力をいただけたら助かります。ではまず息子を聞いてみましょう。ではレッド、どうぞ入ってください。こんにちは、レッドです。こんにちは。では早速始めましょう。レッド、江戸について何か知っていますか？あまり知らない。お侍さんはいた？そう、そしてかっこいいお家もたくさんありましたよ。江戸について何か知りたいですか？知りたくない。だけどマインクラフトについては何でも教えられるよ。いいね、聞かせてください。マインクラフトではゾンビやクリーパーやエンダーマンやエンダードラゴンと戦えるよ。マインクラフトではブロックで家も作れるよ。うわー、かっこいい。じゃあさ、マインクラフトで長屋を建ててみたらどう？いいよ。でも長屋って何？ちょっと気になったんだけど、どうしてレッドって名乗るの？ラキューっていうおもちゃのキャラクターがレッドっていう名前だから。さて、長屋の写真をお見せするね。うん。小さいお部屋が並んだ長い建物で、多くの家族が、住んでいた場所だよ。6軒あるね。そう、6軒あることもあったが、いつもあるわけではありません。重要なのはどれも内装が同じだったことです。このお部屋は違うよ。いい指摘ですね。住んでいる人が内装を変えることができました。じゃあマインクラフトで長屋を建ててみる？うん。今は木のシャベルで土台を作り、家の設計をしているところ。レッドがマインクラフトで長屋を作っている間は、少し江戸時代の建物と当時のヨーロッパの建物の相違について簡単に解説いたします。近世日本と同じ時期のヨーロッパの建物の違いの根源はどこにありますでしょうか？もちろん異なる素材や文化の違いがありますし、単純に地理の違いも、あります。ところでそのすべてがフード、英語のフードではなくフードです。フードから来ていると考えている研究者もいます。私は大学生の頃、哲学者の和辻哲郎のフードの定義を読んだ時に非常に感動いたしました。彼の言葉は文化や、建築の背後にある本質を的確に捉えるように感じました。和辻哲郎はフードを文化の土台として捉えました。フードは地域の自然環境、歴史、文化、そして人々の生活様式から形成されます。日本のフードは自然に恵まれ、同時に災害にもさらされることから、人々は自然に対して需要的になる一方、ヨーロッパは自然に恵まれず、同時に災害もないため、自然を人間が支配できるようなヨーロッパ的な精神が形成されたと述べています。この違いは建築にも影響を与え、ヨーロッパのレンガの建物は自然災害がない環境でしか耐えられないが、江戸の木造の建物は火災によって容易に焼失することは歴史上何回もありました。長屋の最初の部屋ができたよ。上から見るとこんな感じ。とてもかっこいいですね。中に入ってもいいかしら？いいよ、中に入ろう。こんな感じだよ。座布団の代わりにベッドがあるよ。うん、長屋ではベッドは使わず布団を使っていたことは知っていますか？
でもマインクラフトでは布団がないから穴を掘ってベッドを置いたんだ。素敵ね。では村人の業種をスポーンするね。オッケー。江戸にも業種はいましたよ。長い棒を肩に担いで新鮮な魚を売って歩いていたんですよ。江戸では誰でも簡単に食を見つけることができたのです。かっこいい。ここにいるよ。江戸の長屋は都市部で密集した人々が生活を送るために建てられた住宅でした。家ごとに小さい部屋があり、家族のすべての出来事がこの小さい部屋で行われていました。そして家同士で一緒に使うものもあり、例えば井戸やトイレ、まあ、そういったもので大きな共同体でした。江戸の村づくりは終わりましたか？まだだけど、トイレやゴミ箱は完成したよ。案内してください。村の中心には何がありますか？これは井戸です。すごく深い。本当。他の場所はどうですか？ここはトイレです。素晴らしい。でも江戸には和式トイレだったって知ってましたか？そうか、知らなかった。ちょっとだけの情報共有でした。これがゴミ箱です。ゴミ箱も追加したんですね。うん。本土の江戸ではゴミはほとんどなかったって知っていましたか？知らなかった。江戸時代の人は何でもリサイクルしていたんですよ。廃棄物さえも肥料に変えてね。肥料って何？畑で植物を育てるためにリサイクルするゴミのことです。ああ、あれか。コンポスターの中に入ってるやつ。まあそうですね。ヨーロッパの町人の住宅は独立した家が多くあり、家族ごとに江戸の長屋よりも広い敷地が与えられていました。都市部では複数の部屋や何階建ての建物も見られました。しかし数百年も同じ建物を使用し、衛生環境も整っていなかったため、疫病が頻繁に流行していました。現在までに引き継がれている家、家族、社会の概念、異文化間の理解の、昔からの相違性について考えさせる内容ですね。本当に長い家だわ。もう一回見学しましょうか。うん。屋根の形までそっくりですね。マインクラフトの村人もこんな江戸に住みたかったでしょうね。そうですね。さて、江戸の看板はどこかな？ここだよ。日本語では江戸村と読みます。そして英語版は江戸ですね。マインクラフトで江戸の長屋を作るために協力してくれてありがとう。最後に視聴者の皆様に何か伝えたいことはありますか？動画が面白かったという人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後の方にアンケートのご記入もどうぞよろしくお願いいたします。江戸とマインクラフトのコラボ楽しかったですね。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。